ごちそうさまなのだ。ちょっと待ちなさい、ズンちゃん。ピーマンを残しているじゃないの。ズンちゃん、この前ママとお約束をしましたよね。好き嫌いをしない、ピーマンも人参も残さず食べる、そうお約束しましたよね。さあ、僕にはわからないのだ。とぼけないで。ママは約束を守れない人が嫌いです。ええ、嫌いなのだ。僕のことが嫌いなのだ。そうです、ズンちゃんにはもうママのおっぱいを触らせてあげません。なんでなのだ。嫌いな人には触られたくない、当たり前でしょう。わあ、嫌なのだ。泣いても暴れてもダメなものはダメです。じゃあどうすればいいのだ。お約束を守ってピーマンを残さず食べることね。それも嫌なのだ。ピーマンはまずいのだ。じゃあおっぱいも触らせてあげません。やだやだ。僕はおっぱいに顔を埋めてパフパフするのが大好きなのだ。左のおっぱいをチューチューしながら右のおっぱいをコリコリするのが大好きなのだ。わがまま言わないの。あれも嫌これも嫌、そんな自分勝手が通るはずないでしょう。ピーマンを食べるか、ママのおっぱいから卒業するか、二つに一つです。どちらかを選びなさい。はう、ふう、わかったのだ。決めたのだ。ピーマンは食べないのだ。そしてママのおっぱいに甘えるのは今後一切やめるのだ。僕ももう高校生だし、いつまでもママのおっぱいばかりチューチューしているわけにはいかないのだ。少し前から薄々気づいてはいたのだ。そう、わかったわ。これからは一人の男として彼女を作って、その子におっぱいを触らせてもらうのだ。そうね、それがいいわ。今までありがとう、ママ。ママのおっぱいの味は永遠に忘れないのだ。ズンちゃん、グスン。